せーの、英語の時間だよ。 Hello everyone. Hello. This is Miki. This is Mako. はい、今日も元気に英語。今日はまた again クイズで英語だよ。はーい。はい、みんなも guess 当ててね。はい。Guess 読めるこれ。Guess。はい。はい、スーちゃんもひげが多いですね。てこい手 hands。変ですね。うふふってしてるとこです。こういうところです。はい、Let's start! いきます。はーい。いや、はい、行き過ぎた。はい。こんな言い方あるけど、どういう意味かなっていうのを見ていきます。はい。ちょっと邪魔だ。こんな言い方あるけど、どんな意味かな。はい、最初は、アヒルダックコココココココ。そう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 、これね。D-U-C-K duck D-U-C-K duck って言ってるのはどういう意味か Guess 当ててね。はい。1番か2番かだからね、簡単だよ。はい、はい、1転ぶよ、2かがんで、Which one? 多分マコは2番だと思います。おお、正解発表ペンポレーチチチチ。正解はビンゴ当たりでした。正解、身をかがめるってことね。アヒルって転ばないじゃん。こうシューってなってピコピコっていくでしょ、はい、だからそれを考えて言いました。正解、グレート。はい、次フリーズ。これね、これ英語お家でやってる英語教室でもやりましたね、まこちゃん。フリーズ、はい、そうですね。凍ってって言ってます。言ってますけど日本語では。さあどっち、1番冷たいよ、2番動くな。はい、チチ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 どうかな。タコ多分です次はね、私全部耳なの。タコーい。英語で言うと I'm all 全部 ears。 イヤリングの、イヤリングの ears で両方だ、両方あるからね、耳ず。私全部耳なの。さあどんな意味でしょうか。怖いね、体全体耳なんて。まあね。はい、1番目聞かせて、2番目うるさい。へえ。チクタクチクタクチクタク。もうボーン。はい。2番、うん、正解は I'm all ears。 だからこれクイズだから結構わかんないって。わかんない英語やってるから、どっちかというとフリーズは分かってたけどね。フリーズで悔しがっとって、これはね、はい、聞かせて、聞いてる聞いてる、言って言っての I'm all ears。 面白いやろ。はい、次はね、猫があなたの舌、わかる、舌、ベロの感じ。そう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 、ベロ。あなたの舌を取ったの。ギャーね、ミャー。さあそれはじゃあね、英語ではこう言うけど、それはどっち、どういう意味でしょう。あ、英語ではこれやね、キャット。そう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 、よく読みましたね。 Cat got, got your tongue。 これ面白いやろ。 tongue 下、うん、タンクじゃなくて tongue で、 Cat got your tongue。 your は分かるね、あなたの。そうそう、ベロを got 取ったのって。そう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 。1、どういう意味で使われるかって言ったら、1、いじめられたの。2、なんで黙ってるの？チクタクチクタク、ボーン。はい、ボーン。もうどっちってできとうに。もうこっち。でもどっちよ。だからこっち。正解、ビンゴ。Correct。なんで黙ってるの？だって子供にね、大人の人にはあんまり言わないんだって。どういう時に使うかな。だから妙に静かな時、ちょっとなんで黙ってんの、なんかあったのみたいなね。
なんかやっぱ悪いことしたり、なんか言えないことがあったりとかね、とか緊張して、あのどだまってちょっと緊張してるとかね。はい、次です。顎を上げて、顎を上げて、はい、顎を上げての英語で言うとchin chin ch 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 chin chin up up chin up 分かるね、上に chin up そうそうそう up up diamond in the sky の、そうそう、顎を上げてっていうのは日本語で言わんよね。あの背筋伸ばしてとかを言うけど、顎を上げてとかはあんまり言わないんやけど、うん、顔上げてって言う。はい、じゃあ当ててね。はい、1元気出して、2危ないよ、どっちと思う？ Guess、 当てて。パチッ、お正解です、ビンゴ。元気出して、やっぱりね、元気がない人は下を向いてるからかな、顎を上げて、うん、やっぱりもう前向いていこうよっていう、上を向いて、それね。まあ、あれは涙がこぼれないようにやったけどね。はい、次、足折ってね、だって、足を折る、ボキ、 break a leg。 何この、 break a leg、 leg わかる、 leg、 足、 break a leg、 足折れ、足折れ、恐ろしい人。そう、いやでもこの言い方は本当にあるの、面白いから今日あえて取り上げてるんですよ。はい、タリラリラリ。はい、1番、うまくいくようにね。2番、怪我しないように。どっちとも、実はこれ別に意地悪な言葉ではないんです、うん、これはね、うん、まあ実際意地悪だったらちょっと問題だよね。はい、チクタクチクタク、はい、ボーンボーン、怪我しないように、うん、正解はタダン、うまくいくように。これでも意味わからんやろ。うん、わからんで当たり前です。それは全然あの、これは別に簡単な問題ではありません。で、説明します。Break a leg。これね、舞台に出る人とかわかる？今から、ほら演劇とか劇をする、そういう人とか、オーディションを受ける、今から発表会の発表をする、そういう人に Break a leg っていうの。そういうおまじないみたいな。うん、うまくいくようにねって。だからこれを決してね、Break aレッグを break your leg とか言ったらブブーです。本当にあなたの足を、うんうん、あの足折れみたいな、なんかもう怖い言葉になってしまいます。はい、 your があなたの、なんかこれはブブー、 break a leg、 頑張ってねって、まあ日本語だとね、頑張ってねって。で、他に break の言い方なんだけど、 break、 break my promise、 約束を破る、破るとか壊すとか、そういう意味ね、ブレイク。あと、break a rule。break a rule。うん。ルールを、そうそう、ルールを破る。っていうのも、この break。これがこっち。そうです。これが、これが、これが、これ。はい。break。はい。で、あと、good luck も覚えて、合わせて覚えておいてください。はい、good luck 聞いたことある？うん、あんまりないか。ないな。そうか、テスト受けるとか、あのそういう時にグッドラック、こういうのがやっぱりよくありますね。頑張ってね、うまくいくといいねっていう、ほうほうほう、うん、これもじゃあ覚えといて、はい、グッドラック、グッドラック、グッドは分かるね、うん、うん、そう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 。で、くしゃみをしたらアチュー、そうそう、上手ね。くしゃみはスニーズなんだけど、くしゃみをしたら言う言葉はWhat would you say? Excuse me. Ah, excuse me. 正解。でももう一個あるの。ブブブブブブブ。You. Bless you. そうです。Bless you. これです。Bless you で、まあお大事に。なんかね、くしゃみをしたら、うん、あの Bless you. 魂が抜ける？なんかとにかくそういう、そういうね、あの言われがあって。くしゃみをするたびに Bless you、 神様に守られますようにみたいな意味でお大事にって言ってたそうです。はい、次行きます。はい、私汗かかないの、まあ、私とは書いてないけど、まあ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 、ノース、ま、一緒に読んで、ノースウェット、ノー何々でないって意味、ノースウェット、だからスウェットが汗、スウェット、スウェット読んで、スウェット、スウェット、汗かかないの。さあ、どういう意味？1番、簡単。2番、困ってるの。どっちかな？ Which one？
ボーン。ボーン。はい、ボーン。あ、ボーン。こっち。こっち。はい、正解でーす。ちょっとやらしいか。楽勝？楽勝？わかる？楽勝とわかる？簡単。簡単。の意味は簡単。簡単には楽勝。汗かかないでできますってこと。No sweat。ほうほう。言ってみて。No sweat。No sweat。OK。はい、次は。あら、上手な絵が描いてあります。私を叩いて。まあ、どういう気持ちで言ってるのか。英語で言ったら、hit me じゃないよ。beat me。beat me。まあこれはね、あんまりね、マコは使わんでしょうね。beat me、叩いてっていう意味。私を叩いてってあんまり言わないね。はい。一番、あ、間違えた。それはどういう意味で使われるかって言ったら、一番は怒った。二番は、さっぱりわからん。さっぱり。答えはこれ。答えはこっちです。はい、こっちでした。こっち。横こっち、横こっち。なんかビーツミーでね、もうさっぱり、もうダメみたいな、わかんないっていう。バーンってね、そっぱり。叩くって意味はありません。はい。なんだそれ。では、わ、そうです。このなかなかびっくりな絵ですけど、はい、足をどこに？口。口に入れてしまった、そういう言い方があるんです。入れへんし、うん、入れれんね、とさすがに入らんね。さあ英語で言ったら、はいはい、英語で言ったら、うん、I 私 put, I put my foot, foot in 中にね in my mouth 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 OK 上手よ。 th ね、 mouth 口に入れる、入れた。はい、あっさりめくっちゃったね。はい、1番失敗しちゃった、バカなこと言っちゃったよ。2番ひどくお腹空いたのっていう、チクタクチクタクチクタクボーボー。はい、which one which one 正解。やっちゃったみたいなね、そういう言い方、まああんまり使うことないけど、ちょっとそういうのも覚えといたら、映画とかドラマでちょっと出た時に笑えるかもしれません。これで最後やったかな。面白かった？うん、本当？ファン？ Is it fun? Yes. Thank you. 今日はいっぱいね、まあダーク、まあダークは簡単よね。アヒル、あ、鏡ってことやね。アヒルって言うといかんね、ね、かがんでって時に思わずアヒルって言わないようにね。英語でダーク、フリーズ、フリーズは何やった、ほらフリーズ、フローズが凍った、凍れってことでどういう意味やった。フリーズ、フリーズ、スタープみたいな意味を、あ、動く、止まれ、そうそう、止まれ、動くな、固まれで動くな、そう、もういい加減覚えようか。はい、はい、キャット、キャット、フット、あと破る、壊れる、壊す、折る、ブレイク、そうそう、ほら彼氏と彼女が別れるとかもブレイク、そうですね。英語、英語面白いでしょ、うん、ちなみにまこちゃんはどれが一番好きだった？ Which one do you like best? うん、好きっていうかびっくりした言い方とかは、足を口に入れる、うん、なるほどね。 OK、はい、さあまた一緒に勉強しようね。はい、Thank you for watching. 見てくれてありがとう。なんかいろいろあったけど見てくれてありがとう。ね、これも今度もまたこの手作り丸を使っていきたいと思います。なかなかいいでしょ？うん。はい。じゃあ、See you next time!